開始一発目、はい、ポジティビ19年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日のお話なんですけども、今日ですね、人のやる気の目を潰さないというですねお話をしたいと思います。人のやる気の目、何かねやろうって思った時にね、よーしって一番ねテンションが上がってモチベーションが上がってる時に、いやいやそれこうこうこうだからやめた方がいいよ、それ意味ないよ、そうだよ、否定をされると、せっかく芽生えた目が一気にしぼんでしまって、結局その花開く馬にですね、これが枯れてしまったり、結局これが成長しないっていうことが本当に世の中に多くあります。で、ネットの世界もそうですし、テレビの世界もそうです。何かがあったらもうとことんそこをですね、非難して、そこにですね、集中させて、そして、結果ですね、行動した人の上げ足を取ったり、行動することの怖さをですね、みんなに、周知させたり、そうやって誰かが何かをやろうって思った時に足を引っ張ってしまったり、よしって思った時にやっぱりやめとこうっていうふうに、その人の気持ちを落としてしまうことって世の中にいっぱい僕はあると思います。実際に、いろんな僕は人の目がね、もう目をつまれてしまったところっていうのも何度も見てきました。だからこそこのポジティブ居酒屋では、人の価値観や考え方、夢を否定しない、これがうちの店の中で、否定してしまうことこそネガティブだと言ってる根幹にある部分です。この間ですね、僕が家族に会いに、ね、北海道に行った時にですね、子供が将棋をやりたいって言ったんですよ。で、まだ4歳になりたての子供が将棋をやるってね、すごいなと思ったんですよ。でもね、理解がやっぱり難しいんですね。将棋って一つの一つの駒に動き方っていうのが決まっていて、で、そこの中にですね、いろんなルール、細かいルールがいっぱいあるわけですよ。でもやりたいっていうふうに思った、そのやる気の目を僕は紡ぎたくなかったんで、よしやろうって言ってやり始めるんですよ。でもね、どうやってももう力の差が歴然なんですよ。僕が普通にやってるとね、もう途中でつまんないってなっちゃうんですよ。まあ、どうやっても理解まだしてない状態なんで。でもその時にね、僕考えたんですよ。あ、これで将棋のね、このやる気の目を紡いでしまうのってすごくもったいないな。きっともしかしたらこの将棋っていうものを今ここで楽しいなと思って、行けば、もしかしたら将棋のプロに、ね、なりたいってなるかもしれないし、そのね、やる気の目を紡ぎたくないなと思ってですね、途中からですね、今度はいかに接戦で楽しい、相手があともうちょっとで倒せるんじゃないかっていうところまで、こうあえて僕がね、やり方を本気で勝つんじゃなくて、ギリギリで勝つっていうのをやるように変えたんですよ。そしたらですね、なんかすごく楽しかったみたいで、あ、こんな駒取れるんだとかね、あ、これをお父さんこれ取れるっつって、どん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 ね、何度もやろう何度もやれって言って、その2泊3日でね、泊まったそのホテルの中で、おそらく15回ぐらいね、将棋を一緒に息子とやったんですよ。でも息子は最後、本当将棋楽しいって言って、別れた後もですね、家に帰っても将棋をやってたっていうのを妻から連絡が来てですね、あ、やっぱりそのやろうと思った時にその目を紡ぐようなことというのは僕はしちゃいけないなと思うし、あとはね、その後自分がやろうと思ってやり続けるかどうかは、そのね、もう子供、その息子が決めることであって、それを自分が、僕がね、紡いでしまうようなことはしたくないなと思ったんですよ。まあそういうふうに、何でもですね、誰かやろうと思った時に、後ろからね、こう、押してあげれるような、サポートできるような、そういう人間でありたいなっていうのを、すごくこの息子が将棋をやりたいって言った時にですね、僕がすごく感じたことです。ですので、まあこのポジティブ豊かに来る方もそうです。自分はこうしたいって思った時にね、僕は後ろから、よし、頑張ろうって。やってみようって。そうやって後ろから背中を押せるような人間になりたいなと。そういうふうにすごく思いました。ただ、この中でね、まあ一つ例外があるとすれば、死ぬ可能性があるものとか、人がそれをやって悲しむ、不幸にしてしまうようなこと、詐欺師になりたいとかですね、いきなり何の運動もしてないのにエベレストを登ろうとか、っていうのは、ちょっと待てよと。ちょっと一緒に話してみようというふうに、それは止めます、もちろん。それ以外のね、自分が死ぬとか
そういうのじゃないし、直結しないようなことであればね、僕は全然後押ししていきたいなと、そういうふうに思っておりまして、今日は人の目を潰さないという話をさせていただきました。ということで、以上、毎日、ポチ目、ご視聴ありがとうございました。